皆さんこんにちは、松岡真由です。いよいよ三ツ橋と遠雷の公開が近づいてまいりましたが、三ツ橋と遠雷を見る前にちょっと一つお話ししておきたいことがございます。原作ファンの方に特にお伝えしたいんですけれど、原作では綾と勝が本戦で弾く曲は勝がプロ子の3番で綾がプロ子の2番なんですけれども、映画化の際にはこれが逆になっております。綾がプロ子フィエフ3番、勝がプロ子フィエフ2番になってます。いろいろ理由はあるんですけれども、やはり映像化の際には綾がクライマックスで弾くにはプロ子の3番がいいんじゃないかという結論に至りまして、原作の女陸先生にもご快諾いただいておりまして、映画を見た際にはやっぱり映画化にはプロ子の3番が良かったねと言っていただきました。で、私も原作ファンとしては最初に聞いた時に、あ、なるほど、変更か、でもプロ子の2番で聞いてたなって思っちゃったんですけど、それはちょっと皆さんぜひ期待して映画を見てみてください。必ずご納得いただけるクライマックスになっているかと思います。なのでライブ感覚で来てもらいたいので、先に音楽聴いてほしいんですけども、その際イメージするのは綾が3番、勝が2番と思って聴いてきてください。皆様にご納得いただけるように努め上げました。よろしくお願いいたします。